呉葉山から見たタワー111と鶴木岳2010年11月タワー111は富山県富山市にある地上22階地下1階の超高層ビル情報通信企業のインテックの本社が入居し陶器場本店所在地となっている正式名称はインテックビル建設当初の正式名称はインテック明治生命ビルだったがインテックが 明治安田生命保険の持ち分を買い取り、名称変更された。インテックの創立30周年記念事業として建設され、1994年に完成。インテックの他にもテナントが入居し、多目的ホールである、スカイホールがある。かつては最上階に一般開放された展望室があったが、現在はインテックホールディングスグループの受付があるため、 一般の来場者は利用できない。オフィステナントとして2004年に日本海側初の国連関連機関である国連環境計画北西太平洋地域会行動計画地域調整部と山事務所がまた同年地元自治体の誘致活動により米国 AIG グループの IU 保険会社国内コールセンターと同グループのアメリカンホーム保険会社のコールセンターが入居した。 愛称であるタワー111の由来は、高さが111メートルであることのほか、インテックの前身である富山計算センター設立日で、ある1月11日、インテックが、東証二部に上場した日である11月1日、春光年の1994年が、富山県の知見111周年であることとなっている。などかつては、テレビ金沢富山支店も入居していたが、現在は移転。 クリスマスシーズンになるとビルミナの窓を活用しクリスマスツリーを浮かび上がらせるクリスマスイルミネーションを行っている。当日の模様はテレビや新聞に必ず取り上げられ地元では恒例行事となっている。ありがとうございます。